はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説2シークレットオブマナ、続きをやっていきたいと思います。とりあえずみんなの防具を、買い揃えたのと、あとですね、オプションの方でゲームオプションですね、アイテム所持数の調整ができるので、4つから8つに増やしました。4、8、12の3種類かな。まあね、あのオリジナル版だと確かに4つだったと思うんですけど、さすがにね、この2人がね暗いすぎなんで、ちょっと回復アイテムが多めに持てるようにしてます。まあ、難易度はね、下がっちゃうと思うんですけれども、ストレスなくやっていきたいんで、じゃあ先へ進んでいくんですけれども、こっちでいいんだっけ。魔法がね使えるようになったといえばなったんですけど、マジックパーめっちゃ少ないよね。あ、これか、これに魔法を当てろってこと。これどっちがどっちだ、さあどっちがどっちだか分かんなくない。クリスタルオーブン、フリーズレベル0か。そうだよね。あと4回しか使えないよ。おお、溶岩がなくなった。またこういう場面があるとしたら、ちょっとマジックパーも取っておきたいけど、レベルも上げていきたいよね。こいつはさ、今までさ、神殿のさ奥底にさ眠ってたけどさ、何してたんだろう。ゴブリンロード、なんとか倒してくれたね。ほら、あれ、なんか、うおー、スピードダウン。しかもなぜか分身しだした。のろくなったって表現がいいね。暗いすぎ、暗いすぎ。まだ生きてる。左の方もなんか敵いたっぽいよね、こいつ。いやー、2回攻撃とかね、そういう武器があればいいんだけど。あ、それは聖剣いて3に期待だね。聖剣伝説3のリメイクが出たら、これは本当にちょっと誰か呼んで2人とか3人でやりたいよね。ほら、聖剣2ってリメイク出すよって言ってからどれくらい時間かかったっけ。ロマサガ3が全然出ないよね。一回情報が出てから音沙汰がないよね、そもそも。あれ、下降りてっていいのかな。溜めてるとね、こいつらがね食らっちゃうんだよね。なるべく俺が前線に出ないと。まあ、ポポイとかはね、後ろから弓矢を撃つんだけど、多くないか。分裂したのか、分裂してんのか。お前引っかかるな。そこまで頭がいいわけじゃないからな。で、逆側も行けってことか。これは槍はやっぱりあれかな、射程長いのかな。あんまり接近させらんないからね、コンピューターは。もうちょっとここではめてなんとかしよう。ミスだらけなんだけど、何これ。やっぱ溜めてないとダメ。ちょっと待って、お前近づきすぎだ。関係ある？あれか。おお、バルーン。このバルーン状態結構危険だよね。マジで何してんの？プリムちゃんよ。スライム相手だと格闘系は聞きづらいのかな。これさ、多くないか、罠みたいなの。これで開いたかな、真ん中が。あ、開いたね。ん？どういうことだ。ほうほうほう、敵はまたゴブリンロード。弓もちゃんと当たってるからね、当たってるといえば。まあ、1匹だったらあいつらに任せて、俺はチャージしよう。宝箱が出たけど、ちょっとチャージ中だから。
まあ、宝箱もどうなんだろうね。そういやチャイナドレスっていう結構いいの手に入れたけど、まあ、装備させてるんですけど、やっぱりレアアイテムみたいなのあるのかね。チャイナドレスはね正直ね助かりましたね。ここあれか、武器替えか。ムチほい。そしてまたナックル。やっぱナックル当たんないんだな。お、こっからゴブリンロードに当たる槍。俺の攻撃当たんないよね。あ、全然当たんねえわ。てかあいつ斧投げしてくんだけど。しまった、ポポイの方に敵を送り込んでしまった。あれ、また復活してる。何こいつら。え、何これ、ゴブリンガード増殖。ちょっと待って、ポポイそろそろ回復しないとまずいな。なんか歩いてるよ。なんか言われてみればさ、行ってあった気もするけど、回復させよう、ポポイで貯めていこう。あれ、いつの間にかレベル上がった。確実に上がってるよね。100なかったもんね、最初やり始めた時。あ、こいつやばい。ヒールボタン、マジか。あ、分裂してるわ。もう分裂の法則が分からんけど、とりあえずはみ殺ししよう。よし、うん、お、隠れていたか。ちょ、待て、お前はあんまり前に出すぎんな。プリムちゃんマジ何やってんの。プリムもさ、あれかな、遠距離にした方がいいかな。今あと遠距離って何がある。ブーメラン系をプリムに装備させる。これ誰だ。どっちか分かんねえし。これでポポイがあれになったか。あ、これでプリムか。でプリムは円月輪みたいなやつにしてでこうか。え、これマジでさ、どっちか分かんねえんだけど。で弓矢にしよう。まあ、だいぶ攻撃力は下がっちゃうけど、もうそれはしょうがない。こいつら接近させんのほんと危険だからな。よし、遠距離から。クイック、絶対足が速くなるとかそういうのやつだよね。おーおーおお、投げつけるとさ、あっちに行っちゃうからな。すげえミスってんだけど。あ、クイックだからか。回避別に関係あるんだな。なぜダメージをかける俺は。いや、火力出ねえわマジでこいつら。待って、どうしゃいいんだこれ。必殺技だったら当たるとかそういうのもないよね。しかもさ、外すとさ結構リスクがでかいんだけど。ようやくだな。自分もまずくなってきたね。この壁は関係ないか。ウンディーネちょっと回復させる。ヒールウォーター全体とかに。お、できるわ。どんくらい回復する？あ、これだったら全体にかけた方がいいね。敵のさ、発見速度は速いよね。もうマップが変わったと思ったら攻撃しだすからな。そういう積極さはさ、いいんだけどさ。ここが祭壇の部屋だな。なぜわかる？げ、あ、ノームじゃん。誰に断って勝手に入ってきやがったんだ。ノーム様の縄張りだ。とっとと出て行けない。うるせえやい。そっちこそ出て行きな。にゃにょ、てめえ生意気だ。いじめちゃう。え、なんだ、戦闘が開始されている。見て、奥
近くに何かいるよ。いや見てって言われてもさ、扉閉まってるよね。なんでわかんの。いきなり戦闘が始まるし。おおおおお、待って待って待って、これ当たったら絶対やばいでしょ。ちょ、こっち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 、お前らこっち来い。出てきた瞬間、ちょっとポポイのフリーズ的なやつを食らわせよう。あと何がある？アシッドストーム、これ防御力減らせられるのか。とはいえやっぱり、あとアイスセーバーかけよう。アイスセーバーってどれくらいかかる？その時間的な話ね。131、超強い。エクスプロード強。回復は早めにしておくか。あとはちょっと回復に回そう。全体はい、やべです。オッケー切れんの早っ。左前になってしまった。ちょっと待って、どこにいる敵。これはもうしょうがないね。じゃあどれがクリティカルヒットなのかさっぱりわからん。いいねー。あと2回か。回復の魔法がね。現れたらまずはフリーズを唱えて、さらに回復をかけよう。だこれは単純にさ、レベル上げ的なのも含めてさ、レベル上げた方がいいね、魔法の。よし、魔法ゲーだなこれ魔法でなんとかなるんじゃないか。OK。 ボスを倒すとレベルが上がんなくても全開すんのかな。おの、よしよしよし。で、ちょっとショートカットをスピアにしよう。まあ、本当はね、なんかこういう無知とかの方が、マップを進んでいく上では効率が良さそうだけど、遠距離しか届かない敵になったら、まあ俺は、投げやりでいくか。投げやりって投げるやりね。適当になるってことじゃなくて。ありがとう。あんたら強いな。私はいつもあいつにいじめられてて。何いじめられててってそういう仲なの。普段いじめられる様なしについあんたに当たっちまった。許しておくのまし。だって俺たちさ、完全に今のやつ殺したよね死んで当然とか思ってんのかな。そうだね、許してほしかったらオイラの子分になりな。さもないとオイラの一の子分のランディーがお前を。勘弁、子分にでも何でもなります。こいつは相変わらずいじめられっ子だな。かわいそうに。誰が子分だって。いやいや、あっしも男、あっしが必要な時はいつでも呼び出しておくんなせ。どこへでも駆けつけますぜ。さあ目をつぶっておくんなまし。親分、あっしを呼び出す魔法を親分と奥様に覚えていただきました。私がいつ結婚したの。では、足はここらで、またお会いしましょう。なんかパワーアップした？精霊ノーム。さあ、早く魔の種子へ。これからか。種子と聖剣が共鳴した。何をすんの。あ、そっか、記憶を戻すとかそういう話だったねすっかり忘れてたよ。大丈夫？拒絶されたか。しっかりしろ。
報道してやるから感謝するように。何にしろ、ん、つまりどこ。これで回復するのは分かったけどさ、結局剣のパワーとかは上がってないよね。何のために共鳴させたんだ。まあいいか、これさあ歩かなきゃダメ。多分魔法のロープで帰れるといえば帰れるんだけど、まあ、ここはそんな長いダンジョンではなかったからね。まっすぐ行けばすぐ帰れるはず。敵をね全員殲滅させながら行くとそれなりだけど、うわここがめんどくさかったんだ。草のムチじゃなくて川のムチか。川のムチをかける意味があるのかっていう。斧はねちょっと使いづらいからね、止まるモーションが長いんだよね。というか次の目的地がいまいち分かんない。森の上だみたいなこと言ってたけど、それはつまりどこなのよっていう。なんか出たらイベント起きないかな。ランディ聞こえるか。またルカちゃん。パンドーラに向かったジェマが戻ってこんの。パンドーラの古代遺跡に邪悪な気を感じる。様子を見てきておくれ。なるほどなるほど。ルカ様だ。パンドーラの古代遺跡に急ごう。完全にさルカ様の使いっ走りだよね。まあいいよ、ルカ様だったら何でも言うこと聞いてあげるよ。で特にアイテムは、まんまるドロップをちょっと使ったか。補充していきますか。なんかポポイがどっかに引っかかってるっぽかったけど。いらっしゃいませ。まんまるドロップ1個使ったのか。お金はあるね。聖杯もね3つあるんですよ。まだお越しください。あちょっと一回セーブをして先へ進んでいきましょう。一泊セーブだけ。宿帳か何かに書き込んでんのかね。止まらないのに。ってことはよ、R を剣にする必要ないんだよね。これにしとこう。でワッツのところには寄っていきましょう。いいね、超お得意様だよね。ディフェンダーやっぱ強化できないか。斧だけか。ムチとかってまだレベル1だよね。あれ弓もレベル1か。もう強化できないからね。じゃあパンドーラ王国まで行きますけれども、どうやって行くのが早い。大砲屋、あれなんかあれって右行けんのかな。ここに出てきました。いてえなこの野郎。もうさすがにこの蜂どもに関しては雑魚でしょ。こいつらの処理は君たちに任せよう。俺は今それどころではないんだ。やっぱ普通に行かないとダメか。上行くと大砲屋とかなかったよね。いまいちまだ世界地図的なのが頭に入ってないからな。ここなんだっけ、なんとか村だっけ。キッポ村、右パンドラ奥。いやいやいや、ちょっとモーションが長いんだけど。かわすモーションが。まあ走ればそれなりかな。どっちだ。パーセンテージがなくなってしまった。
もはやあいつらがどこにいるんだか分かんないけど、ヒットポイントが減ってないことを見るとなんとかやりくりしてるね。よし、戻ってきて南の遺跡に行く、それともちょっと一回王様のとこ行く、情報が必要か、それともいきなり行っちゃっていいのか。いいや、行こう。あれ、パメラ、すごい変ね、どうしたの。紹介してパメラちゃん。お、消えた。消えた。この先は古代遺跡か、行ってみよう。よし、行ってみよう。パメラを絶対紹介してもらう。気の強い女の子だったら嫌だな。こんなやつはマジどうでもいい。このご婦人もな、ちょっと紹介してほしいけどな。あら、プリン、私これから生贄になるんですって。いいでしょう。ちょっと何言ってんの、パメラ、しっかりして。うるさいわね。強い、気が強い。ダメだ、俺はもう本当そういう子苦手だからな。気の強い子はワンダーに任せましょう。こいつらも気強いよな。おお、マジで二人退けた。ちょっとあれかな、デフォルトだとセリフが小さい。ちょっと待ってね、オプション最初ね、なんかね 80% みたいな感じになってるんだよね。ボイス少し上げる、100とかに。これいいか。いや、あくまでもテレビからの聞こえ具合だけどね。確かになんだここはってなるよね。何こいつら、回避したっけ。いけ、ファイヤーボール使ってくんのかよ。しかもゴーすげえ食らうんだけど、魔法が強いよねこれ。まあ、こっちもそうだけどさ。そして当たらないんだけど、何、どういうこと、そんなに回避率高いのこいつら。こっちも魔法で対抗しろってこと。ノーム、アースクエイク、スピードダウン、ダイヤミサイル、どっちがいいんだろうね。ミスった、あ、当たったか。俺がミスったのか魔法がミスったのか。てか魔法にすることあんのかな。マジックパワー的に乱発はできないからね。左か右か、これは。おら、いいね。いくつ食った？ちょっと待って待って、あいつハマってるぞ。よし、近づかなければこいつらは動かないみたいだね。で、特に何にもない、なさそうだね。右側に行くか。またね、敵復活してるからね。しかもほら、ちゃんと1匹ずつ処理していこう。それが一番安心。ちょっとポポ行け、来た。あいつが来た。違う、君じゃない。フリーズでやっていくか。ダークプリーストってことは魔法なんだね。よし、一発で倒したな。もう7しかないからな。こうやってちょこまかちょこまか動いてる間にマジックパワーが尽きてしまう。ムーンセイバー、あ、あいつか、またあいつか。しかもさ、これ一回一回さ戻るんだけど、
180 強すぎだろ。フリーズレベル1とかになんないかな。これは魔法の回数だっけ、使えば使うほど熟練度が上がるとか。あれ、なんかないか、下に潜れるとか。この開いたとこなんか怪しいけどな。正面突破しないとダメ、端から攻めたけど、まあ、レベルが上がればね、全回復するからね、それはそれでいいんだけどさ、マジックパワー上がってなくないか。なんかこれさ、キーカーソル固定とかないの。あいつらに任せとこう。俺はこっちのゾンビ君を倒す。プリム技レベルアップ。こいつらに至ってはな、普通に貯めなくていいからね。だいぶなんかロスをした気がするけど、こいつもあれか、魔法で攻めた方がいいっていうパターン2体できる。あ、全体できるね。うん、強い。てか、よし、当たった。クイック。あー、しまった、出ちゃったよ。これがめんどくさいんだよね。もっと判定をさ、いや、仕方しよう。下にいたよね。よし、複数巻き込んだ。またこいつだよ。フリーズを鍛えていこう。俺のが早い。プロテクト、防御力アップ。無駄だ無駄無駄。貯める。あ、魔法使い出した。命中率アップか。あ、回避率もアップするよね。でもさ、ミスったとしてもなんかひるませてくれんね。魔法切るの早いよね、これ。ちょっと補助魔法。魔法レベルが高くなればあれか、長くなるんだろうけど。またこいつだよ。ちょっと待ってね。3、あと1回しか使えない。悲しいことに。またそしてこいつだよ。もう使えないよ、次レベルが上がるまで。魔法レベルアップ。ウンディーネ、あ、なんとあれ当たった。あ、当たったね。ウンディーネのレベルを上げていくってことか。なんか前ステータス見た時のそんな感じだったよね。そういうことか。じゃあ全部上がるってこと。ちょっと待って、上も下もあるね。上から行ってみるか。部屋はあんまり意味なかったんだよね。なんかある。ちょ、まずこいつから確実に始末していこうと思ったけど、またあいつがいるのか。なんとかして、ほらミス。今のミスってさ、どういうことよ。アンデッドを呼び出してきた。2レベル。ほら、なぜだ、当たらん。これにするとダメだ、 100% で攻撃してた方がいいな。いや、なんなのこれマジで。彼もいいところでしょう。いや、これでさ、さらにさ、防御力とかアップされても困るんだけど。ミスだらけだよ。こいつ倒すのにどんくらいかかるんだよ。なんかあんの。ほら、全然
ダメだわ。お札も使えないからスピードダウン1。ほらどう、のろくなった、のろくなっただけだよね。一応魔法解除できる、そんなことはなかった。いけファイアボール結構食らう、5中とか食らうからね。いやダメだもうここは。だ敵をさ全員倒すとさなんかいいことあるとかクリティカルヒット1とか、マジでなんなのこいつ、意味不すぎるんだけど。やばい、これもう一発食らったら死ぬから、まんまるドロップを食って退散するか。よし、こいつ一番強えわ、ボスより強えわ。回避率が高すぎる、いかんせん仕方しよう。もうここはポポイが回復できないとこの先きついぞ。どっかでまたこいつかよ、何なんだよこいつばっかだな。よし、あいつの目の届かない範囲でこのゾンビを倒そう。プロテクトがかかってる、あゾンビがどっからともなくやってきた。ほら、うわー来たー、ファイアボール、これ好き、本当だよこれ好きだよ。よし、あいつ確かとだ、この剣マンは倒そう。クリムが引っかかってんね。OK、もうしょうがない、こいつもめんどくさいからね、こいつももういいや押し出す。でここはどこだ、いえなんかボスっぽいね、どうしよう。ポポイのなあれがないんだよな、マジックパワー回復用のあれを1個買っとけよかったね。魔法ないとボス戦きつくないか、まあ、回復用のねプリムは大丈夫だと思うけど、まあ行くか。これ誰、タナトスだな、あタナトスか、女性っぽいねいかにも男だね、全然違うわ。知っているぞ、あのエリニウスが負けるとはただものではなさそうだ。カメラのディラックを返しなさい、たちを元に戻して。ずいぶん威勢のいいお嬢ちゃんだ。パメラというのはこの娘かね。悪いな。すでに正気を抜かせてもらった。その娘はもう私の忠実なしもべさ。なんてことを。吸い取った人々の正気は。この祭壇の下に封じてある。おとなしく帝国に降伏してしまえばいいものを、共和国と共に立てつきを。まあそれも時間の問題だ。やがて来るマナの要塞の復活によって世界は統一される。正気を抜かれ気力を失えば誰も我々に歯向かうことはできない。こいつのようにな。あのエリニースが手を焼いただけあって、私でさえなかなか苦労したい。この男ひょっとするこいつに興味が湧いてきたよ。お前らもなかなか面白そうだ。早速正気を抜いてやるとしようか。おお、いきなり落とされた。で、ボス戦かな。その部屋で正気を吸い取ってやる。ジタバタせずにおとなしくしていろ。ためとこう。どれだ、あ、こいつか、
もろくなった。真ん中に集中させた方がいいかね。フリーズデビル3 38、まあそれなりか。目とかさ痛そうだよね。どうする、中心でやった方がいい。やっぱり一瞬だよね。右の目は結構ダメージが通るけど、まあ、頭を潰すのを激ヒルを助かってくるね。やはり目から潰すか。よし、左目は倒した。復活する目って、そしたらめんどくさいよね。ためとこう。目が開くのは一瞬だ。その時のためにクリティカルヒットあ、待って、待って、なんかやばくないか。魔法が使えないとやばいんだって。溜めてる時間が欲しい気がするけど、ミスるね。なんだこれ、ポポイちゃんの魔法がないよ。いや、プリムマジ何やってんのお前、攻撃しろやその後ランディたちの姿を見た者はいない。やっぱりこれ魔法ないと厳しいわ。プリムが何もしねえし、ここまで戻されんのか。マジか、それ結構きついよ。だってドワーフの村になってるよ。じゃあちょっとあそこまで行くかはい、じゃあボスのところからやっていきましょう。とりあえずオートセーブがねあったんで、ダンジョン内のところでもオートセーブされてましたね。で、一回街に帰って宿屋で寝て、ポポイのねマジックパワーを回復してきました。で、パンドーラ王国にはマジックパワーを回復させるねアイテムが売ってなかったんで、まあ、これでいきましょう。ここでまたサクサクサクっと。どうしようかね、両目を狙いつつも真ん中の目を狙っていった方がいいよね。かといってね、回復されるのも厄介だからね、一応剣にしてますふっ勇ましい。マジで当たんないんだよね、そもそもが。痛そう目フラッシュビーム。片目を倒したらちょっと真ん中の目も攻撃しだすか。ポポイが一回フリーズを真ん中にかけよう。ルームガーター当たる138倍、すげえわ。これともとにかくフリーズだな。ヒールウォーターレベル3、あー156か。めちゃ回復するんだね。よし、こっからまた、おっと待ってフリーズでいこう。こいつに毎回戻るのがめんどくさいな。当たらん。これさ、フリーズ食らってる間はさ、あいつ動かない、もしかして。よし、クリティカルヒット。待って、なんであいつさ攻撃しないの、うちのこの子は。ちょ、ターゲット視点しよう。ルームガーター弱っ。俺の攻撃はとにかく弱えんだよ。このデモンズボールを思い出すよね。しかも当たんないんだよね、攻撃が。倒したープリムとか何なの本当に。突然攻撃をしなくなる、この謎システム。あとさ、味方もそうだけどさ、みんな回避率が高すぎるよね。
弓矢。オッケーオッケーオッケー。弓矢のパワーが上がってくれるのは嬉しい。ほほう、なるほど。聖剣の勇者だったのか。これは面白い。しかし、この程度で聖剣の勇者とは。聖剣の神話もたかが知れた。まあ、今回は私の負けということにしてやる。だが、こいつらはもらっていくぞ。待ちなさい！カメラ！カメラもさらっていく意味がわからん。また会おう。ディラックはまあなんか強いからいいとしてさ。さあ帰るか。じゃあこいつら、お、元に戻ってる。ブレムちゃん、ありゃ、ここはどこじゃ。うちのパメラは。すまんな、助けることができなかった。ここは、この女の子、女の子。あ、あれお前もいたの。何してたんだこいつ。ランディか。隙を突かれてしまった。すまん。タナトスは帝国皇帝直属の四天王の一人。奴が直に来るとは。しかし、なぜこんな手の込んだことをするのだろうか。いつもの帝国のやり方と違うような。帝国の狙いはマナ神殿の種子の封印を解くことにあるはず。タナトスの狙いは一体。だが奴がいたということは、本体がこの地方へ到着するのも時間の問題だ。何か胸騒ぎがする。ルカ様の元へ戻りなさい。私は地底神殿を見てこよう。うん、ここまでワープしたね。ルーラ的なものがないからね、これは。大砲屋に頼るしかないんだよね。そして水の神殿の行き方、相変わらず忘れたな。一回上から出るのか、まあ、ダッシュしてね、全てを無視していけばそんなに時間はかかんないからね。こいつらはシカト。ここでポヨーンと。はや、一瞬にしてみんなワープしてきたな。技レベルアップ。ブーメランがレベル2。あ、弓矢上げられるけど、ワッツのとこに行かなきゃダメ。ワッツしか鍛えられないのかな。それはそれで面倒だね。こっからどうやってワッツのとこ行けばいいの。そもそもまた、毎回右から行く。大変じゃ。何者かに水の種子が盗まれてしもうた。お前何してたの。手口から見て帝国の仕業ではないようじゃが、ウンディーネの結界が弱まった時に誰かが忍び込んでおったのじゃろう。種子が悪人の手に渡っては大変なことになる。急いで取り返してきておくれ。ちょっと待て。見えたぞ。ガイアのへそのさらに奥深いところに種子はある。え、それはどこ。ガイアのへそへ行けってこと。来てしまった。まあいいや、まあ、やっぱりね、昔のゲームっていうのはこういうね、お使いが多いんだよね。まあしょうがないんだけど、お使いをこなしつつこう進んでいくっていう。で、ガイアのへそへの簡単な生き方、大砲屋とかにある。左行ってもしょうがないからね、結構遠いよね。なんとかの谷、妖魔の森だっけ。いや、あそこは遠いよね、さすがに。こっか
から歩いていかなきゃダメか。どっか大砲や、こっちの方にあったよね。いらっしゃい。でかいやの人。ガイアのへそ。金はすげえあるな。別にさ、この移動方法だったらさ、行ったことがないところでも行けそうだけどね。これこっちとかなんかすげえ行けそうな気がするんだけど、そんなことはないか。じゃあちょっとワッツのところを寄っていきましょう。鍛えられるのは弓だけだね。もう次絶対無知だよね。強化されんの。さらに奥深くってどこ？もう一回神殿に行けってこと？お、なんかいる。たまげ、こんな大穴が開いちまってなんだべか。この下か。下か。獅子を盗んだ奴らはこの下だ。奴ら、次は地底神殿の獅子も狙いに来る。地底神殿の方は私が引き受けた。お前たちはそっと下の様子を探ってきて。いいか、決して無茶をするんじゃないぞ。どんな敵か全くわからんのだからな。ということで、じゃあ今回はここまでにして、次回はこの大穴の下へ潜っていきましょうか。というところでね、まあ、魔法が強いのは分かったけど、マジックパワーがいかんせん少ないのと、ちょっとやっぱりね、このお二人のね、ちょっと AI があんまりよろしくないっていうところが、気になるかな。まあ、とりあえず、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。